左手のこの親指の動きですとか、まあちょっとしたこう指の使い方とか動きとか、肉とかお魚とかそういうものを入れない。今年で297年目ですね。寿司っていうものをね、アメリカ人が食べると全然思わなかった。旨味成分を中心に料理を構成した国は世界で1カ国だけ。これは日本ですね。Sashimi is about life into the raw fish. It's about the sharp knife, bring it back to life. 日本の場合はね、ありとあらゆる森羅万象のものに全て神が宿っているっていう発想なんですね。食べ物を通して神様と通じ合う。